はい、こちらには本日ジャスダックから市場第2部銘柄へと市場変更になりました、証券コード2429ワールドホールディングスの代表取締役会長兼社長飯田栄一さんにおいでいただきました。飯田さん、おめでとうございます。ありがとうございます。ワールドホールディングスの飯田でございます。大変皆様にお世話になってですね、ジャスダックから予約ですね、第2部の方にですね上場することができました。本当にありがとうございました。新しいステージに立ちましたワールドホールディングス、ではどんな内容の会社なのか、ご紹介いただけますか。はい、まず事業内容からよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。私どもの会社はですね、ホールディングスはですね3つの事業を営んでおります。1つ目はですね、人が生きる形ということで人材教育ビジネスをやっております。これはものづくりのですね企業に対するサポート事業ということでものづくりに特化をしておりまして、基本的にはですね、研究からですね開発、そしてですね製造、そして物流リペアまでですねトータル的にやっておるのがこの事業でございます。2つ目はですね、新築マンションを中心にしたですね、全国のですね主要都市の方でですね、事業を営んでおります。もう一つのですね柱としてはリノベーション事業、これはですね特に日本のですねまあそうですね、それなりの規模のところまでですね、拠点を置いてですね今一番の問題になっている空き家のところの部分のですねそういう対策を考えながらですね、リノベーション事業をですね私どもの2つ目の柱として、考えておるのがこの不動産ビジネスでございます。3つ目はですね、はい、携帯のショップ事業を中心にしたですね情報通信ビジネスでございます。これは後ほど説明いたしますけど、まあ、法人のビジネス本の販売とかですね、そういうものを扱っておるですね端末を売るビジネスでございます。はい、当社はこの3つのビジネスをですねバランスよく経営をしながらですね、安定に成長させていくのが私どもの特徴でございます。人材教育、不動産、そして情報通信が3つの柱ということで、業績の方のこのグラフを持ってきていただきましたけれども、順調に拡大していますね。そうですね、リーマンショックの時にはですね初めてですね大きく売り上げを割ったんですけど2009年の12月には落ち込んだもので、それ以降はですね増収増益を推移しておりまして、2016年本年はですね売上高1001億ですね、営業利益62億を目指して今順調に推移をしております。前15年12月期は過去最高の売上高利益の計上でしたけども、今期はさらにそれを上回る、そうですね、という見通しになりますね。はい、これね、はい、はい、そうでございます。まあ、そんな好調なワールドホールディングスの 業績を支えてますですね、強み、御社の事業の強みというのはどんなところにあるんでしょうか。ご紹介いただけますか。先ほどちょっとお話ししましたですね、私どもは基本的にはものづくりに特化をした会社でございます。人材ビジネスでございます。川上から川下までですねトータル的にですねワンストップでサポートができるのがですね私どもの特徴でありですね、そこがですね私どもの付加価値の高いところでありますので、今後こういう形でですね一気通貫で各企業にサービスしていって、どんどん業績を伸ばしていきたいというふうに思っている。これはですね私どもの特徴であります。他社にはなかなかないですね、はい、一気通貫で事業が営んでいけるというのはなかなかないというふうに思っております。はい、ワンストップサービスが一番の強みということですね。はい、そして、さらに、どんな製品を知ってらっしゃるか。そうですね、扱っている商品は多岐にわたっております。はい、だからですね、景気のこう大きな波にですねさらされないんですね。一つの業種が悪くなれば他がいいというような状況がありましてね、例えば半導体とかですね、はい、あるいは自動車の部品関係とか、今一番ですね、はい、旬であるですね部品ですね、はい、スマートフォンのああいう部品とか、うん、そういうものを作っている部分のところから、あるいは医薬品とか、はい、食品関係まで広がっておりますので、リーマンショックのような状況がなければ、はい、必ずどこかの事業部が部署が非常にいいということでですね、経営には非常に安定するのが特徴でございます。そういうことですよね。はい、そして人材教育ビジネスの特徴、そして次がですね不動産ビジネス
の強みはどこにありましょうか。ですね、私どもはですね、不動産事業は大きく2つです。1つはデベロップメント事業とですね、はい、もう1つはリノベーション事業です。これが2つの大きな柱なんですね、はい、デベロップメント事業はですね、基本的には適正規模というふうに思っております。関東ですね、横浜を中心にしてですね、関西、そして仙台、はい、そして九州と拠点があります、はい、この中でですね、基本的にはトータル1000戸を基本的に、そのマックスにしてですね、マンション開発をやっていくというふうに思っております。そしてリノベーション事業はですね、これは国策でもですね、空き家の問題とか、はい、そういう部分があって、私どもはですね、もう古きからこの事業やっておりまして、これは今かなり規模が大きくなってきているんですよ。これはもう全国展開を始めておりまして、全国ナンバーワンのですね、リノベーションの会社に仕上げていこうというのを思っております。あ、そうですか、はい、そして最後にですね、ユニットハウス、これプレハブのですね、はい、ハウスというよりかはまあ仮設事務所とか、はいはい、そういうものを作ってレンタルしている会社でございまして、これは国内の方のですね、関東のこれからオリンピックに向かっての建築の需要とか、そういうところをしっかり捉えながら、まあ、全国展開をしていこうというふうに思っております。不動産ビジネスも3つの柱ということですね、はい、そして実際にですね、手掛けられた物件のお写真を持ってきていただきました、はい、これが代表的なものですね。そうですね、この中でですね、横浜の馬車道に、はい、ここは私どもの土地にですね、ホテルと、そしてレジェンシャルマンションの分譲マンションを一つにした建物でございます。非常に特徴のある建物でございまして、はい、これで左上の物件でよろしいですかね。そうですね、はい、これがなんかグッドデザイン賞。そうですね、ブランズ馬車道、横浜馬車道レジェンシャルという名前なんですけど、グッドデザイン賞を受賞いたしました。2015年ですね。そうですか、はい、非常に町にとってはプラスになるような素晴らしい建物でございます、はい、なかなか素晴らしい建物ですね、はい、こういうものも作っております。はい、はい、そして3つ目の事業、情報通信ビジネス、これについてはいかがですか。そうですね、情報通信ビジネスはですね、私ども九州で端末を売っている、一番大きな会社でございます。この携帯のショップもですね、はい、代理店まで約100ぐらい持っておりまして、北部九州が中心なんですけど、今後は、九州全体をですね、私どもの方でですね、展開していこうというふうに思っております。ちょっともう一つはですね、法人のビジネス本を売ったりですね、はい、携帯のですね、あるいは OA 機器の販売とか、LED のレンタルとかですね、はい、そういう部分でいうとですね、オフィスのコストを下げるですね、コストダウンのソリューションを提供しているのが私の法人部でございまして、はい、この2つが大きな柱としてですね、今後ですね、九州全体の企業の事務所のいろんなコストを下げるような提案もどんどんやっていこうというふうに思っております、はいはい、これが最後のビジネスでございます。ソフトバンクの部分とかですね、あるいは新たな携帯の窓口ということで、携帯の修理とかですね、あるいは今流行りのですね、新たなスマートフォンのですね、販売をしたりする、はい、そういう会社も今チャレンジをしておる最中でございます。あ、そうですか、はい、そして、今後の展開なんですけども、中期経営計画のご紹介をいただきましょうか。はい、ですね、先ほど言いました1000億をですね、私どもの2012年から5カ年計画で、2016年で5カ年が終わるんですけど、はい、1000億のシナリオを作りまして、今期は1000億のですね、売上の50億の営業利益という分は、昨年も営業利益は達成しております。で、今期はですね、1001億、そして営業利益でですね、62億という部分を目標にして、はい、今のところ非常に順調に推移しております。そうですか、はい、売上高で前期比 13.8% 増、営業利益ですと 22.2% 増という 2桁の増収増益を見込んでいらっしゃると、なかなか高い数字でいらっしゃいますね、はい、十分達成をできるというふうに思っております。あ、そうですか、わかりました。そんなワールドホールディングス、今後のですね、成長に向けて、最後にですね、投資家向けのメッセージをお願いしたいと思います。はい、こちらのカメラに、皆さんありがとうございます。この度ワールドホールディングスはジャスダック市場からですね、東証2部へ市場変更することができました。これも一重に株主の皆様と関係各社のご支援の賜物と感謝をしております。
今後さらに大きく成長して企業価値を高めて、そして社会貢献できるような立派な企業にしていきたいというふうに思っておりますので、今後ともご支援のほどよろしくお願いいたします。はい、こちらには本日ジャスダックから東証第2部銘柄へと市場変更になりました、証券コードが2429ワールドホールディングスの代表取締役会長兼社長飯田栄一さんにおいでいただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。